これは前にやったことあるし。じゃあこんな感じって。いや、これじゃいつもと一緒か。ずっと次のライブのことを考えていたんです。どんなテーマにしようかなって。テーマが決まれば歌詞やメロディーも浮かびやすいって前にも話したことがあったじゃないですか。はい、歌以外にもダンスや衣装など様々な部分に関わることですから、しっかり考えて決めたいんですが、なかなか思いつかなくて。やりたいことがなくなったわけでは決してないのですが、いや、逆にありすぎてわからなくなっている。ああ、こんがらがってきました。はい、これは、あ、知っています。先週発売したばかりのラノベですね。 いえ、まだなんです。最近はずっとライブのことを考えていて、アニメも全然見てなくて。発売前に無料で公開された序章の部分がすごく面白かったので気になっていたんです。え、いいんですか？全然そんなこと気にしませんよ。むしろあなたに感動を与えた唯一無二の一冊です。共有させてもらえるなんて嬉しいです。はい、ありがとうございます。素晴らしいストーリーでした。予想をはるかに超える感動作。街も人も機械仕掛けの世界でひっそりと暮らす発明家の主人公、そこに集まる個性豊かな仲間たち、現れる悪のロボット、明かされる世界の悲しい真実。クライマックスは涙なしには見られませんね。鉄と蒸気に囲まれた街から行って、花が咲き乱れる丘に佇む主人公とその親友。決めました。次のライブのテーマはスチームパンクです。来ました。思い返せばこういう露骨ながらもどこか懐かしさや味わいのある世界観には挑戦したことがありませんでしたから。楽しくて新しい結城刹那の世界にきっと皆さんをお連れできます。はい、今何か言いました？ええ、なりますよ。歌、ダンス、衣装、やっとライブに向けて本格始動です。一緒に頑張りましょうね。